題は SRE って名前を掲げて、まあ、活動始めたんですけど、一部の熱心なメンバーと、まあ、そうではなく普通に業務に追われる人たちみたいな形に分かれてしまって、なかなかカラちゃんが浸透しないなっていうのがあったんですね。自分たちがさらにこう進化していくにあたって、いろんな人を巻き込んでやっていくには、まあ、しっかりとした確固たる知識が必要なんじゃないかと思って、その指針になるようなものを手に入れたかったというので開催を決めました。ポジションに関係なくワークショップで実際に意見交換する場時間も結構自分に取っていただいたので、まあ、そこで今までの自分たちのできているできてないとか、もうちょっと足りてない部分とか、もうちょっと考えたい部分っていうのが共有できたっていうのがすごくいい時間だったのかなと思ってます、はい、その深掘りをもとにこういうところをもっと取り組みを変えてみようみたいな話が上がるようになったのは、このワークショップをきっかけにっていうのは実はあって、今ももうその流れでだんだん年配シニアを中心に回してた昭和対応が若手にこうシフトしつつあるなという印象を今も。やはり変化でいうと、まあ、データレイクとかデータウェアハウスとして、まあ、御社の GCP である GCS とか、あとはビッグクエリとか、まあ、対応するケースが増えてきているので、やはりそのあたりのキャッチアップは、まあ、必要だと考えましたと。早速GCP ハッカソンを受講した、まあ、新入社員の人と、まあ、一緒に仕事をする機会があったんですけども、まあ、すでにビッグクエリとか活用できていて、もうすでに立ち上がっていて、まあ、自分の担当業務も、まあ、遂行できているので、まあ、かなり、まあ、ためになったのではないかなと感じています。ビッグクエリをどう活用していくかとか、それをどう事業に展開してみんなで使っていくかとか、そういったことを、プランニングして各事業に落とし込むみたいな、そういったことをやっております。まあ、タムを契約したことで、タムの方がずっとついてくださって、こういったことがあったからこうなりそうだとか、そういう先のことまで含めた解決に向けて進めてもらえるようになったので、そのあたりがすごい助かってるかなというふうに思っています。やっぱりクルード特有の、まあ、話だったりとか背景を伝えるっていう意味でも、だいぶ間に立ってもらってやってもらってるなっていうイメージです。なんでそのあたりのコンテキストの伝わり方って、やっぱりタムの方が入っていただくか入ってこないかでだいぶ違うと思うので、そのあたりがすごく良かったなと思います。 NDA のまあ情報も含めて、まあ、もうちょっと長い目で見た時の GCP のプロダクトのロードマップみたいなものも聞けるので、まあ、それを前提にですね、まあ、グループの方針とかを考えることができるので、まあ、重宝しているというのが1点と、あとはこのタム経由でですね、やっぱりこう我々の現場でどういう機能が必要かっていうところを、まあ、実際の GCP プロダクトの PM の方にインプットしていただけるので、まあ、実例を挙げるとですね、ビッグテーブルのホットキーのキーのビジュアライザーとかかなり利用したかったんですけども、まあ、それをタム経由で、まあ、入れてもらうことによって、まあ、すぐに利用できることになったのはかなり助かりました。 SRE どうしていきたいかでいうと、一人の想像力ではなくメンバーの想像力で広げていけるような世界っていうのがあると、まあ、より楽しく働けると思うし、意見交換ができることによって新しいことが生まれてくると思うので、まあ、そういう活発な組織が作れるといいなというふうに思ってまして、で自分たちがやってる一挙手一投足が人の人生を支える、人の生活を支えるっていうところに、まあ、直結していて、そういうところにやりがいを感じているし、いてほしいなって思ってます。さまざまなそのサービスなどを、テクノロジーを使って、支えていくようなことが、我々の会社のミッションになります。GCP もあんまりビッグエリーですね。ビッグエリーにですね、これまででいうとリクルータスの各社が、データを持っていない状況であったんですけど、現状ですね、そのビッグエリーに、データをなるべく寄せていってですね、各社にいるその役割を持ったメンバーが、データを使えるような環境を全体として、まあ、整えていくということを、未来に向けた戦略ですね、みたいなところをまあ共有させていただいて、その我々の組織なら今、積極的に入ってきていただいてですね、現場からちゃんと情報も拾っていただきますし、そういう意味で我々のそのチームの一員として活躍いただいているなという気はしております。